神宮外苑花火大会は、毎年8月に、東京、明治神宮外苑で開催される花火大会、日刊スポーツ新聞社が主催している。第1回は1980年8月1日に、明治神宮鎮座60年記念として、神宮球場で開催され、球場バックスクリーン横から打ち上げられる3000発の花火、110メートルのナイアガラ花火に、 当日詰めかけた多くの観客が酔いしれた。以後、毎年の恒例となり、神宮球場をはじめ、国立霞ヶ丘競技場、七分宮ラグビー場、南式球場の4会場で開催されている、隅田川花火大会と並ぶ東京の代表的な花火大会の一つでもある、打ち上げ花火は1981年の第2回から約38年間神宮、 第2球場から打ち上げてきた。また仕掛け花火は神宮球場で披露される。総打ち上げ数は例年約1万発だが、節目の年の記念大会の場合は1万発以上になることもある。2009年以降は最多となる1万2千発が打ち上げられている。なお2019年の第40回では南式球場からの打ち上げとなり、これと入れ替わる形で第2球場が 会場に加わり、これに伴う形で花火の見える位置が大幅に変更された。毎年4会場のべ15万人前後が来場する人気の花火大会だが、神宮外苑周辺の花火見物可能エリアを含むと100万人前後に達する。花火大会としては珍しく都心部で行われるため、神宮外苑周辺から 1km 以内にある住宅やマンション、 ビルなどからも観覧することが可能。本大会で打ち上げる花火にはそれぞれ共産スポンサーがつく。なお主催である日韓スポーツ提供の花火は最後に打ち上げられる。正式名称は日韓スポーツ主催人宮外園花火大会だが、節目の年にはタイトルの一部分が変更される。東日本大震災のあった2011年以降は被災地復興支援のチャリティー大会となり、 東日本大震災復興チャリティをタイトルに追加、大会キャッチコピーも日本を元気にする花火となり、以後毎年使用している。さらに2016年は熊本地震が発生したことから、同年より追加タイトルが東日本大震災、熊本地震復興チャリティに改められた。なお、入場料収益の一部は東日本大震災及び熊本地震の被災地に、 義援金として寄贈される。2021年東京オリンピックパラリンピックの開催を控え、2014年より国立競技場が改築工事に入ったため、2015年より神宮、秩父の南式球場の3会場を中心に開催してきたが、2019年のみ、常実の打ち上げ場所変更に伴い、南式球場と入れ替わりで第2球場が正式な会場となった。 初開催から40周年の節目の2020年は、もともと東京五輪パラ大会が予定されていた関係で、当初より8月は開催しないことになっていたため、その後の開催の目途が立ち次第改めて告知することを公式サイトにてアナウンスしていたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、プロ野球の試合日程が変更となったことなども関係し、2020年は、 最終的に開催が見送られた。これにより、東京五輪パラ大会が順延開催となる2021年に第41回が行われる予定だが、前年同様8月の開催がなくなり、パラ大会終了後となる模様。ただ、2021年もプロ野球の日程に加え、今後の明治神宮地区の再開発進捗の関係などもあり、花火大会自体の存拝も含めて動向は、 不明である。花火以外のアトラクションとして、各会場とも花火打ち上げ前に、大物ゲストが出演して、ライブパフォーマンスを行う。出演者は J-POP をはじめアイドル、歌謡曲、演歌、ラテン系、K-POP など幅広いジャンルのアーティストが出演している。音楽ライブのほか、チャリティーセレモニー等が催されるほか、各協賛者の CM に出演するタレントが、特別出演することもある。 初代の総合司会は、フリーアナウンサーの宮田明が務め、その後落語家の三遊亭楽太郎や、フリーアナウンサーの志、イクノ夫、お笑いタレントの松村国博らが務めた。2014年からは、フリーアナウンサーの辻吉成が務めている。また、日刊スポーツと同じ、朝日新聞系列のテレビ朝日も講演に、関わっている観点から、同局のアナウンサーも司会を務めている。 2016年は同じく公演に関わっている文化放送の女性アナウンサーユニット、ジョカガールが務めた、神宮球場では全ての花火打ち上げ終了後にスペシャルステージが行われ、他の各会場でもモニターで上映される。また、軟式球場では独自にアフターライブが行われる。また、国立競技場の改築工事に伴い、変わって、 2014年の開催前日には、神宮球場にて前夜祭りが行われた。前夜祭りには、マックス、水谷千恵子らが出演したほか、仕掛け花火等も披露された。さらに2015年より、秩父の宮ラグビー場では独自のアトラクションをやめ、神宮球場の模様を同時中継しているは、東日本大震災の影響から、南式球場ではアトラクションを自粛し、 神宮球場の同時中継を行った各会場では来場者全員に内輪が配布される2011年までは内輪に抽選番号が記載されており花火大会終了後豪華プレゼントの抽選会を行うのが恒例だったが2012年からは方式を変更し手持ちの判券に印刷されている各会場の座席番号から抽選を行っているなお抽選番号は 花火大会翌日の日刊スポーツ紙面に掲載されるほか、公式ホームページにも掲載している。軟式球場では、日刊スポーツ特製のオリジナルレジャーシートが配布される。このほか、神宮球場では、協賛スポンサーの製品が来場者に配布される。チケット発売について、ピアが共催している関係から、現在は、チケットピアによる独占発売となっている。 開催当日の天候について、小雨の場合は、予定通り開催される。ただし、台風などを伴う好転の場合は、翌日に順延となり、翌日も好転の場合は、その年は中止となる。なお、開催の可否については当日正午に公式サイトなどで告知される。雨天時、会場内での傘の使用は原則として、不可のため、レインコートの持参が必須となる。過去本。 花火大会における寄付金は東京全域人口、新宿区、渋谷区を通じて社会福祉施設へ寄贈される。花火大会が開催される神宮外苑とその周辺過去の会場1998年、主な出演者1999年主な出演者2000年、主な出演者2001年本大会発のテレビ中継が BS 朝日で放送され、 神宮球場より生中継。当時の同局看板番組、原宿ロンチャーズの、レギュラーメンバーが浴衣姿で登場して、リポートが行われた。なお、テレビ中継が行われたのはこの年のみ。主な出演者2002年、主な出演者2003年。この年は異常気象による冷夏の影響で、開催予定、予備日ともに、好典のため開催中止となった。 なお、雨天で中止となったのはこの年のみである。8月15日開催の場合、神宮球場のゲストには、浜崎あゆみが出演する予定となっていた。軟式球場ではこの年も BSQR489、新世紀海洋大更新スペシャル公開収録が行われる予定だった。予定されていた出演者2004年前年の、 雨天中止で2年ぶりの開催となったこの年は25回記念大会として開催。この年の最大の話題となったのは松平健松健三抜を歌唱して盛り上げた。この年を最後に長年司会を務めた塩野が司会を引退した。出演者神宮球場瞳は浴衣をアレンジしたセクシーな衣装でステージで登場した。花火終了とともに松平健が サプライズでステージに登場し、マツケンサンバ2を披露した、南式球場国立競技場ハロー。プロジェクトから松浦、W、ベリーズ工房の3組が出演し、花火ムと銘打って行われた。七分宮ラグビー場2005年この年は、日韓スポーツ60周年記念大会として行われた。出演者神宮球場国立競技場。 秩父宮ラグビー場南式球場2006年日韓スポーツ総刊60周年記念と名打って行われたこの年は明治神宮外苑創建80年の節目の年でもあったこの年は北島三郎を率いる北島音楽事務所所属の演歌歌手やエ b ベックス所属のアーティスト TATU ラがステージを盛り上げた N2 最大の目玉として松平健が2年ぶりに出演 南式球場のステージで腰元ダンサーズを従え、松剣の泡踊りを披露。また、花火終盤に、また、この年10月3日に、NHK 総合テレビ、ドキュメント72時間にて、東京神宮外苑100万人の花火大会と題し、本大会の準備から大会終了までに密着したドキュメントが放送された、出演者神宮球場国立競技場。 七部宮ラグビー城南式球場 DHC コーナー2007年この年は世界陸上大阪大会開催の年であり中継放送を担当した TBS がスーパーバイザーとして参加世界陸上出場のアスリートが国立競技場に集結する等同大会を各所でアピールした出演者神宮球場花火打ち上げ後ハッスルによるプロレスイベントを開催 ステージに登場した特設リングで、高田モンスター軍 VS ハッスル軍の対決が行われた。このイベントの最後に、高田モンスター軍、高田総統役の高田信彦曰く、ハッスル100万人洗脳計画のため、神宮外苑花火大会をジャックしてやった。ビビったか多い。N さんと監修を笑わせつつも今後の活動の PR を行った。なお、この模様は、他の、 各会場にもモニターで上映された。国立競技場南式球場。七部宮ラグビー場2008年出来事出演者。神宮球場。高田、谷村、小山、エイジアエンジニアらエイベックス系のアーティストが登場。谷村はセクシーな衣装で登場。小山は話題曲、ホームを披露した。高田はガールズなど、全4曲を歌唱。N5、N6、N7、N8。 すべての花火打ち上げ終了後、人気お笑いタレント二組によるライブが行われ、山本は、小田裕二のモノマネで監修を爆笑の渦に包み、あの時のチョキもおなじみ、チョキネタ3連発を披露した。なお、演出は、元祖爆笑王が担当し、各会場にもモニターで上映された、NQ、国立競技場ハロー。プロジェクトから、ベリーズ工房、キュート、ボーノの三組、 総勢14人が登場。N10。このうち、ベリーズ工房は2004年に続き2度目の出演。秩父の宮ラグビー場南式球場2009年。日韓スポーツ主催第30回記念大会2009神宮外苑花火大会開催30回を記念して、大会史上最多となる1万2000発が打ち上げられた。この年は、もったいないキャンペーンの協力の下で開催された。 前年まで特別協賛していた DHC が不況の煽りを受けてったまた、この年は、レッドクリフパートに DVD& ブルーレイ発売を記念して、発売元のエイベックスエンターテインメント、また映画、南の島のフリムン公開を記念してかどかは映画が、それぞれ協賛に参加した。出来事出演者神宮球状況は、ゴールドのラメイリー賞で登場2億4千万の瞳。 お嫁サンバ、ゴールドフィンガー99から最新曲、ゲットリアルラブ、ゴールドフィンガー009など、前後曲を歌唱した。最後の曲、男願いグルーブを歌った後、花火、カモーンの掛け声で、午後7時30分、打ち上げが開始された N12。この他にも中村が1985年の大ヒット曲、翼の折れたエンジェルや、 尾崎豊のカバー曲、僕が僕であるために、などを歌唱。男性二人組のクラスも、夏の日の1993などを披露。メンバーの津久井かつは、胆管癌の治療をしながらのライブ出演となった N13。くしくも、これが、クラスにとって、最後のステージとなってしまった。すべての花火打ち上げ終了後、小島よしを神なつき、堀が、ステージに出演し、 ライブを行った。小島はマイケル・ジャクソンの紛争で登場するもそこでカイパン姿になり自身の持ちネタを披露した。またカンナ月は武藤敬二の紛争とモノマネで登場。堀は木村拓也のモノマネでバンヘイレンの曲ジャンプに乗せて登場し、3人でライブを展開した。なお、このライブの模様は他の各会場にも同時中継された。 国立競技場東方新規やガールネクストドアなどエなど a ク x 系アーティストがライブパフォーマンスを展開した。中でも東方新規は当時韓国での一連の解散騒動の最中にあったがメンバーのジェジュンがステージ上で皆さんに感謝していますとコメント。チャンミンもこれからも東方新規のライブを楽しんでいってくださいと詰めかけたファンらに挨拶。 シェアザワールド他全7曲を披露、パワフルなステージで盛り上げた、N14、N15、N16、N17、七分宮ラグビー城南式球場、AKB48 が、チーム B を中心に15人で登場、代表曲、会いたかったや、言い訳名義等を披露、N19、この他、桜間や、N20 裏がステージを盛り上げた、2010年、 日刊スポーツ主催2010神宮外苑花火大会出来事出演者神宮球場 TRF はマスカレードボーイミーツガール等ヒットナンバー6曲を披露しステージを熱く盛り上げた N21 N24 国立競技場近藤がデビュー30周年を記念しジャニーズ所属タレントとしては大開発となるメインで登場近藤は花火を見るぞ その前にもう一暴れさせていただきます。の一言とともに、自身のデビュー曲である、スニーカーブルスから、当時最新曲となる、ザンバラまで、新旧15曲を歌った N 21、N21, N25, N26。なお、オープニングアクトには後輩である、テゴマスが出演。アンコールでは、近藤とテゴマスが、先輩、後輩の枠を超え共演。その際、近藤の、 ベビーローズを歌いながら打ち上げ開始のカウントダウンを行い、その後花火が打ち上げをバックに、近藤が歌唱した。近藤の2009年のシングルである、もっと、マイナスを歌唱した N26。花火終了後は、当初予定になかったがサプライズとして、テゴマスが一曲披露した、七分宮ラグビー場 SKE48 は、メンバー16人が登場し、ごめんね、サマーを歌唱。 n 二十七上村は、トイレの神様対曲を歌った、n 二十八すべての花火終了後、W コロンが登場し謎ずかけワンザを披露。監修から、次々と出されるお題に対しネズ土が、整いました。と回答、n 二十九軟式球場安波は、黒の着物姿で、代表曲、フライリチャイナタウン等三曲を披露した、n 三十またこの年、 花火終了後にゴールデンボンバーがステージに登場。彼らは当時まだブレーク前ではあったが、本大会のライブ出演という貴重な経験をしている。ニコニコ生放送日本青年館この年は、主要4会場に加え、落語会を日本青年館大ホールにて、サテライトイベントとして開催した n 3 1五野菜花火大会五野菜として、8月21日22日に、 国立競技場にて嵐のコンサートが開催された2011年日韓スポーツ主催東日本大震災復興チャリティ2011神宮外苑花火大会出来事出演者神宮球場前年に引き続き松村国博と前田明が総合司会を担当オープニングアクトとして登場したイマルは途中から浴衣に着替え再登場松村から母 大竹しのぶのものまねを要求されるも、ダメですねと返した N34。平原は、話題曲、お日様大切なあなたへなどを祈りを込めて歌唱 N35。デビュー15周年を迎えた ELT は、これまでの代表曲や最新曲、愛があるなどをライブで披露した N36。東日本大震災被災地である、宮城県小永川町出身の中村は、心の色、 恋人も濡れる街角などの曲を披露、故郷の女川町や東北地方の被災者らを思いながら歌唱した。また花火打ち上げ直前には、復興応援東北スペシャルとして、中村、工藤、ナンバーザが登場しセッション、8分半にも昇る、震災復興チャリティー曲、予定宮城に帰ったらを披露した、絵の37。全花火終了とともに、平原が代表曲。 ジュピターを歌唱、N35、中村が、触れ合いを弾き語りで披露しまくを下ろした。国立競技場、近藤、滝沢、テゴマスといった、ジャニーズ勢が前年に引き続き出演、N38、テゴマスはこの神宮外苑花火大会のための新曲、花火を披露、N39、滝沢は、タッキー翼の代表曲、恋し、恋歌マイナスなどを、近藤は、 かつての大ヒット曲、ギンギラギンにさりげなく、スニーカーブルス等を歌唱。また、サプライズとして、近藤が12月11日、1986年以来25年ぶりに、香港で公演を行うことを、自ら大発表した N40。花火終了後、宮城県塩釜市のサッカー少年4人が、ステージに上がり、近藤、滝沢、手ごますから、玩具花火が贈呈された。 七部宮ラグビー場日本青年館前年に引き続きサテライトイベントとして日本青年館にて落語会を開催した2012年日韓スポーツ主催東日本大震災復興チャリティ2012神宮外苑花火大会出来事出演者神宮球場一田町クラブはトヨタ自動車提供の打ち上げ花火のゲストとして出演に西田敏行スパリゾートハワイアンズの フラガールは花火終了後に出演。国立競技場南式球場。七分宮ラグビー場2013年。日韓スポーツ主催東日本大震災。復興チャリティ2013神宮外苑花火大会。出来事出演者神宮球場1サンプラザ。中野くんは花火終了後のサプライズゲストとして出演。国立競技場コンドーラジャニーズ勢が4年連続で、出演。前日する。 競技場改築に伴い、ジャニーズからの出演はこの年で最後となった。軟式球場、秩父の宮ラグビー場2014年、日韓スポーツ主催東日本大震災、復興チャリティ2014神宮外苑花火大会、出来事出演者神宮球場1鈴木福は、共産者メディケア生命の CM キャラクターを務めており、宣伝部長として、同社キャラクター、メディ君と共に登場。 N55 に中川翔子は花火終了後のサプライズゲストとして出演。玉木は1986年に安全地帯としてコンサートを行って以来28年ぶりの神宮球場出演。井上陽水とコラボレーションした当時の夏の終わりのハーモニーをソロで歌唱。また、同球場ゲストで最初に登場したリトル・グリー・モンスターを従えて1996年のヒット曲 田園を披露した N56。メイジェイは、この年話題となった、ディズニー映画、アナと雪の女王のテーマ曲、レッド・イット・ゴーの日本語版を披露したほか、ザ・ブーンのカバー曲、風になりたいを観客と共に合唱した N57。この年を最後に、松村邦広が司会を勇退した。七部宮ラグビー場この年は、茨城県出身の石井らが、ライブに出演。司会も綾部 黒沢、森と全員茨城県出身者が並ぶ形となった N58、秩父宮ラグビー場での独自アトラクションはこの年をもって終了となった。南式球場神宮外苑絵画館前前夜祭り35回大会開催を記念し、大会初の前夜祭りを開催。マックスは活動休止中のメンバーレイナの代役として、椿木奈が特別出演し、 他のメンバーと4人で盛り上げた N60、N61、水谷千恵子は、ありがとう、キューティーハニーから、レッド・イット・ゴーに至るまでの曲を、演歌調で披露し観客を魅了した N62。なお、前夜祭りが開催されたのはこの年のみ。2015年、日韓スポーツ主催2015、神宮外苑花火大会出来事出演者、神宮球場1花火打ち上げ終了後に出演。 前年で優待した松村国博に代わって落語家の立川志ららが司会に登板。森穴は秩父宮を担当した前年に続き2年連続で担当した。すべての花火打ち上げ終了後、電波組。インクが登場し、スペシャルライブを行った N72。また、この年から秩父宮ラグビー場では、独自アトラクションをやめ、球場の模様が、 ラグビー場でもオーロラビジョンで同時中継された。南式球場1花火打ち上げ終了後に出演。2TBS、世界陸上北京共産花火で演奏。ライト、アップ日本独館祭りと題したスペシャルステージを開催。マシコナオズミ率いるロックバンドの発展。吉本所属のお笑い芸人らが出演した N79。岩佐は、 AKB48 のメンバーとして出演した2009年以来6年ぶり、ながらプロ所属の演歌歌手としては初の出演となった。レッド・イット・ゴーの演歌調バージョンを披露し、監修を魅了した N63。すべての花火打ち上げ終了後、八代秋によるスペシャルライブが行われ、監修を魅了した N77。2016年、東日本大震災。 熊本地震復興チャリティ総監70周年、記念日刊スポーツ新聞社主催2016、神宮外苑花火大会出来事出演者、神宮球場この年は、2年ぶり2度目の登板となる、辻が総合司会を担当。アシスタント MC として、当時の文化放送若手女性アナウンサー3名から、なる、アイドルユニット、ジョカガールが登場した、N1。 2009年の軟式球場以来7年ぶり2度目の出演となった AKB48 は選抜メンバー16名 N83 がステージに登場ステージに設営されたテントをメンバーの要望で撤去しずぶ濡れになりながらもヘビーローテーション恋するフォーチュンクッキーなどのヒット曲や当時の最新曲ラブトリップなどを披露し監修を魅了したトークでは横山が ゆきりんさんという雨女がいまして、と振ると、かしわぎも、いやいや、こんな大人数まで背負えませんと苦笑いし、笑いを誘った N84?N85?N86? 渡辺美里は、花火打ち上げ前のステージの最後に登場。かつて2005年まで、毎年西ブドームで、夏恒例のスタジアムライブを開催し、スタジアムの女王として知られており、この年、 神宮外苑花火大会で11年ぶりの球場ライブを復活させたサマータイムブルースから夏が来たまでライブの定番曲を中心に披露し最後は打ち上げ100秒前からのカウントダウンを行いバナーを添えた N87N88N89 花火終了後ダイヤモンド愉快とミスサイゴンカンパニーによるアフターライブをもって この年の神宮外苑花火大会を締めくくった N90、N91、前年に引き続き、秩父の宮ラグビー場でも神宮球場の模様が同時中継された。南式球場この年の南式球場では、ダーアイス、N92、ソリディも N93 らが出演したほか、異色の和楽器ユニット、花火が、津軽ジャミセント尺八にクラブミュージック DJ を、 ミックスしたサウンドで体感衆を酔わせた N94。軟式球場ステージの鳥を飾ったのは TRF で2010年の神宮球場以来6年ぶりの出演となった今回、軟式球場のステージで花火開幕を盛り上げた N95、N96。花火終了後は東京女子流によるアフターライブが行われた N97。この他、 南式球場横の神宮バッティングドームでは、元プロ野球選手、野球日本代表の宮本信也と、里崎智也による野球教室も行われた、N98。2017年、東日本大震災、熊本地震復興チャリティ日刊スポーツ新聞社、主催2017神宮外苑花火大会出演者、神宮球場この年は、司会人を一新。 お笑いコンビフットボールアワーの岩を望むと、タレントの菊池亜美が司会を務めた。オープニングアクトは4組が出演。ながらグループからは岩佐、早草の2組が2010。また、岩佐は、AKB48 卒業後初のソロ演歌歌手としてのステージとなった。この年、7年ぶりに再始動したザ・ブリリアント・グリーンが、出演、絵の107、翌月に控えたデビュー20周年を目前に、 ボーカルの河瀬智子は、いいきっかけになりましたと、笑顔で振り返った N100。花火終了後、アニメ映画、打ち上げ花火、下から見るか、横から見るかの公開を記念して、同映画とのコラボにより、大会限定特別映像の上映と、ダオコによる、スペシャルアフターライブ N、N99,N108,N109 でこの年の花火大会を締めくくった N100。 南式球場ゴールデンボンバーが2010年以来7年ぶりに登場。絵の104。2010年の出演時はブレーク前だったため、ボーカルの気流印象は7年前はテレビなどに全然出ていなくて、花火を楽しみにしているお客さんに無視されていた絵の100と解雇しつつ、今日はこんなにお客さんがこっちを向いてくれて幸せです。絵の100と語った。ステージでは大ヒットとなった。 めめしくて、党を披露した。2018年、東日本大震災、熊本地震復興チャリティ日刊スポーツ新聞社、主催2018神宮外苑花火大会、絵の110概要、主な出来事出演者神宮球場南式球場2019年、日刊スポーツ新聞社主催2019、神宮外苑花火大会、絵の132概要、 主な出来事出演者神宮球場事故20時10分、スキア提供の打ち上げ花火中に、花火の一部が上空で不完全燃焼の状態で、立ち入り禁止区域に落下、通行人の30代男性の右手首に火花が当たる事故があった。男性は救護室で手当てをした後、絵の143、帰宅したという。なお、この事故を受け、安全確認のため、打ち上げを一旦中断し、 5分後に再開した。また、この事故を受け、大会実行委員会は、同日、公式サイトに、お詫びを掲載した。本大会で打ち上げる花火や仕掛け花火のほか、プレゼントの提供などで、スポンサーがつく。以下は、主なスポンサー。主なスポンサーほか、これまでのスポンサーほか、メディアでの、取り扱いは様々だが、媒体によって異なる。主催の日刊スポーツは、もちろんのこと。 公園の朝日新聞、テレビ朝日などといった朝日系列メディアが主に取り上げているが、神宮球場を本拠地とする東京ヤクルトスワローズとの関係や、公園に文化放送と日本放送も加わっているためか、両局が入る富士山系グループの山経新聞、富士テレビでも大きく取り上げることがある。一般の花火大会では、社会面や地域面で写真付きで取り上げることがあるが、 本大会は芸能人が出演することからスポーツ新聞の芸能面で多く扱われる傾向になる。特に日刊スポーツは主催者であることからページ数を割いて紹介することがある。また出演者第一次決定の際には日刊スポーツが独占して掲載する。毎年7月頃に発売の情報誌の花火特集にて大会の基本情報のほか、 花火を鑑賞するためのベストスポットや場所取り、近隣の店についての情報を掲載している。また、チケット情報や出演者の情報を掲載する雑誌もある。一般の花火大会では当日夜から朝にかけてニュース番組で取り上げることがあるが、本大会は小形式である上、翌日の情報、ワイドショー番組の芸能情報枠を中心に取り上げる。また、会場及び 周辺の情勢をニュースワイドショー番組で特集することもある。放送するつぼね番組によっては取り扱い方が異なる。また、夏季オリンピック開催年は、逸話との兼ね合いにより芸能枠が縮小され、特に開催期間と重複する場合は、紹介を見送る場合もある。本大会のテレビ中継番組は現在はないが、BS デジタル放送の BS 朝日で、 開局初年度の2001年の未神宮球場から生中継されたことがある。しかし、翌年以降は全国高校野球選手権大会中継との兼ね合いや原理量の問題などから行っていない。なお、2015年は同業者の BS11 がスポンサー協賛に加わったが、同局では中継しなかった。当日開催の可否について文化放送、日本放送、 東京 FMJWAVE の放送内で告知する主催者である日刊スポーツ新聞社がオフィシャルサイトを設けているほか花火関連のサイトでは大抵紹介されているまた2010年のみニコニコ生放送にて生中継を行った副注釈報道記事編集ありがとうございます